1月31日午後3時になりました。今回で7回目となります HCC リサーチチャンネルは北海道札幌市にありますアミナップ科学本社からお届けしていきます。この番組では HCC 研究会主導のもと HCC に関する最新の論文発表情報、研究成果、そして統合医療の話題を研究員の皆様、またユーザーの皆様に分かりやすく的確にお伝えしていきます。番組の進行は私谷口紗友です。どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めていただくコメンテーターの先生は帝京大学名誉教授の山崎雅俊先生です。山崎先生よろしくお願いいたします。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、2013年最初の放送ですね。そうですね。先生、年末年始はいかがお過ごしでした？家でゆっくり休んでました。そうですか。私ですね、元旦から風邪をひいてしまったんですけども、この時期結構風邪流行ってると思うんですけど、体調管理のポイントなんかはありますか？そうですね、ノロウイルスとかインフルエンザが流行っておりますので、手洗いうがいはもちろんですけど、しっかり食べてゆっくり寝る、あまり無理をしないということですね。そうですよね。やっぱり規則正しい生活は一番かもしれませんね。じゃあ山崎先生、今日もよろしくお願いいたします。今回はアメリカと大阪で行われました学会の最新情報、そして関西圏で統合医療を実践するクリニックのご紹介、私が実際に伺ってきましたので、お楽しみに。そして Facebook、それからツイッターなどで皆さんの質問どしどしお受けしておりますので、ぜひお寄せください。またアミナップ科学の Facebook ページもありますので、もしよろしければいいねのボタンをポチッとお願いします。それでは HCC リサーチチャンネルスタートです。